てしまいましたか。トワ先輩、コーヒー殿下。7組の皆さん、よかった。お二人ともお怪我はないみたいですね。リーン君、みんなも無事だったんだね。そう。よう、久しぶりだな、トワ。まあ、なんつうか、いろいろあって出戻ることになっちまってな。髪の色は？それよりよく無事で。前に繋がったような感覚があったけど、夢かもとか思って。夢じゃありません。あの時はありがとうございました。事情は後ほど。そこにいる方々からお二人を解放し。それはまた随分と大きく出たものだな。やっぱりお前が出張ってきてやがったか。ゼリーか。いや、今は赤のロスバイセと呼ぶべきか。元ジーク君だったか。確かに私の存在はいかなる恩情も通用しない。まあ、麗しき公女殿を連れてきたのは恐れ入ります。ノリが似ているのはむしろやりづれえな。うん、私もさっきから話しかけていたんだけど。君は特に今宵の獲物、後で存分に語り合おうではないか。本当は戻ってるんでしょ。しかし久しぶりだ、リーン君に7組の諸君。そしてよく来たな。ま、司法監察官の権限を逸脱した越権行為が過ぎるようだが。ああ、百も承知だ。だが、司法監察官には緊急時の超法規捜査手順が存在する。プリシラ様に民間人のハーシェル先輩、二人がこの上官に軟禁されている時点で行政への強制監察案件にはなるんだ。アルレーグニッツ、それがわからないあなたじゃないだろ。なのになぜ帝国政府の意向のままカイトでの二人の軟禁に手を貸している。僕が知っているあなたならば中央政府の意向に逆らう気概くらい。逆らったからこそ閣下はオルディスへと移動されたのです。まさかリーベルト少佐。私の立場から説明するのもおかしな話でしょうが、黄昏の日以来、知事閣下は様々な形で戦争に反対されました。国家総動員法への反対に、帝都庁を挙げての反戦キャンペーン、皇帝陛下の暗殺未遂が共和国の陰謀というのは誤りであるという指摘。しかし、そのどれもが実を結ばず、不自然なまでの失敗に終わりました。賛同者の突然の心変わり、もしくは
ありえない誤解と連絡不足、事故に巻き込まれての関係者の入院、情報局による工作などではなく、どれも全くの偶然によって。まさか。大いなる黄昏、最大の呪い、因果律制御とも言うべき強制力ですか。多分みんなも各地で様子がおかしくなっちゃった人を見てると思う。でもそういう分かりやすい変化以上に、何かが帝国の在り方を歪めている。特に軍や行政の現場において顕著みたい。そこまでか、父さん。本当なのか。肯定するつもりはない。私は私の政治信条で動いたまでだ。そしてそれが裏目に出たとしても、政治家としての私の力量不足、国家総動員法のもとに帝都の行政管理が中央政府に一時的に統合され、代わりに海都の行政管理に回されたのも、全ては私自身の限界によるものだろう。見えない力でいつの間にかそこにはめ込まれてたってことか。結果を受け止めるのも政治家であり、さらには行政担当者というものだ。そして今の私はカイトの暫定統括者、統括府たるこの上官の管理も任されている。二人を解放したくば強制観察および保護の名目で挑んできたまえ。ただしこちらも職務を全うさせてもらうが。父さん、あなたは最初からそのつもりというわけか。知事閣下の思惑と私の責務は異なりますが、元より英士隊主導の軟禁ですが、見過ごすわけにはいきません。鉄道憲兵隊としてすでに手配された7組を捨ておくことも、何よりも呪いの依り代でもある鉄血の子供としての使命のためにも。やはり聖杯の時の、これこそはオズボーン閣下を通じて子供たちに与えられた力、大いなる黄昏とつながることでその強制力を意図的に行使する能力です。そしてそれは戦闘において効果を発揮する。知事閣下の失敗や鳥かご作戦などの時にその効果を最大限に発揮します。まさかクロスベルの鳥かごの時もその力が現れていたのか。支援課に陰、風の牽制、いずれも達人か、それに届く面々です。いかに部隊を率いていたとはいえ、私の指揮だけで一箇所に封じ込め、そんなことが本当に可能だと思いますか。おかしいとは思ったが、その時は半ば無自覚ですが、今は自覚的にそれを使うことが可能です。その意味でもあなた方がこの場を突破する可能。それではこれより手配集団の各、あなた方も強制観察とやらを、万が一私の屍を乗り越えられたら、皇妃殿下とトワさんは。
見ていられないな。氷のごとき美しく揺るぎない意志。しかしその芯は悲しさであるようだ。ふとしたきっかけで脆く儚く砕け散ってしまわないか心配なほど。ルスバイスさん、記憶のないあなたに何が。記憶がなかろうが、麗しき乙女の真実を見抜く目は変わるまい。私には我慢できないのだよ、美しき人の。クレア少佐。さすがはゼリカっつうか。クレア少佐、アッシュたちがレクター少佐と戦った時の話は聞きました。ミリアムを失った悲しみと、あなたたちの贖罪の決意も。湖畔でのあれか。あなたは先ほど自分の屍を乗り越えたらと言った。俺にはそれが己の命などどうなってもいいと言っているようにしか聞こえない。ロスバイセさん同様、見ちゃいられないですよ、そんなのは。ミリアムを理由にしないでください。あなたはあなた自身として戦うべきだ。いくら黄昏の力を使えようが、そんなあなたに負ける気はとてもしない。偽物の氷の乙女には。ヒュー、これだから教官はずるいというか。たらしすぎんだろ。だがその通りだ。大した若者だ。分厚き氷にひびを入れるとは。ならば私も乙女たちを守るというシュバリエの役目を果たそう。タイト流の達人、相手にとって不足はない。わかりました。ミリアムちゃんのことは抜きです。ですが私が鉄血の子供であり、与えられた異能の力を持ってでも皆さんをこの場で制圧。ええ、望むところだ。殿下たちもお下がりを。はい。リンク、クロー君たちもどうか頑張って。容赦はしません。どうかお覚悟を。全力で語り合おうじゃないか。妨害せよ、プリンセジーン。俺の番だな。私の番だな。今だ。マイル。は。甘いな。ショッキ。モーテルミラージュ。お返しだ。任せろや。ありがとう。助かりました。ヒュヒュハッ。お返しだ。はあ。いいぜ。届け先行陣交流。いいぜ。
せる。油断大敵ってない。行くぜ。食らいやがれ。そこだ。任せるがよい。砕け散れ。好機もらった。はあ。よっ。行くぞ。我が太刀は無。見えた。ついの太刀こくよ。まだまだこれからです。なかなかに熱い。さすがは氷にひびを入れた。戻りかけてんのか。やっぱりその仮面か。おいゼリカ、アンゼリカ・ログナー、しっかりしやがれ。あ、アン…違う。いいえ、それは仮初めの役割です。アンゼリカ先輩、自分を強く持ってください。そうお願い、戻ってきて。アンちゃん、先輩、アンちゃん大丈夫？頼みがあるんだ。とは。もっと近くに寄ってくれないか。そのかわいい顔は仮面越しじゃ堪能できなかったからね。ゼリカ、お前、記憶が戻ったんですね。なんという悪徳。懐かしくも甘い香り。今まで悪い夢を見ていたようだが、もしかしてこれも夢なのかな。つーか、このパイセン。
元々の記憶や人格はそのままだったみたいですし、あの仮面で強制的に役割を与えていたに過ぎないんでしょう。俺の時とは事情が違うってか。ジョルジュの野郎、妙に爪が甘いっつうか。それが彼にわずかに残った隙なのかもしれませんね。いいえ、きっと私も。クレア少佐、まだ戦いますか？騎士も失った以上、継続は難しいでしょう。残念ですが、任務は失敗のようですね。リーベルト少佐、どうやら区切りはついたようだな。あなたは？お疲れ様です、ショウ。初めての者もいるようだ。第三機構師団司令ジェクス・バンダールという。久方ぶりだな、シュバルツァー君。そして七組諸君。お久しぶりです、中将。いえ、海上要塞に詰めていたあなたがどうしてここに？俺たちを捕まえる増援って雰囲気でもなさそうだな。うむ、あくまで連絡を受けて事態の収拾に来たまでだ。上官内の騒ぎに帝都憲兵もどよめき立っているようでな。お騒がせいたしました、すべて TMP。 いえ、私の指示です。上官内の部隊は即時撤収。 A 支隊にも帰還指示を出します。僭越ながら事後処理はお任せしてもよろしいでしょうか？ああ、引き受けよう。クレア少佐、見逃してくれるみたいだな。共和国との戦争が迫っている現在、内紛の公表は触りがありますから、皆さんの手配も鉄道憲兵隊と情報局 A 支隊にのみとどめられている状況です。皆さんは今後そうした隙間をついていくしかないでしょう。それは、わざわざ助言をくれるとは氷の乙女らしくねえじゃねえか。あくまで警告です。次にまみえる時は容赦しません。レグニッツ閣下、ご迷惑をおかけしました。それとコーヒー殿下、トワさんも、ご無礼深くお詫び申し上げます。アンジェリカさん、記憶を取り戻されて何よりです。それとリーンさん、無事解放されて。いえ、やはり見てられないね。ええ、あのままでは自分自身に押しつぶされてしまうでしょう。何か道はあるはずだ。いや、絶対に見つけてみせる。Thank you.
ええ、申し訳ありません。せっかくここまで来ていただいたのに。ですが、公妃が行方不明となれば、国民を無用に混乱させてしまうだけ。皆さんの活動の妨げにもなりかねないでしょう。それこそ先方に迷惑をおかけするだけでしょう。今はアルフィンの行方もわからない状況ですし、遠い地で戦い続けている陛下のことも気がかりですから。そんな顔をなさらないで。あなたの事情はクレア少佐から聞きました。あれは帝国の呪いの結果であり、あなた自身の意思ではなかったのだと。それを考えれば、責任の一端は皇帝家にもあるのかもしれません。オリバルト殿下のことがその報いだとは思いたくありませんが、それを企てた宰相殿のそばにあの子がいるなんて。オリバルト殿下のことは私も残念でなりません。せめて陛下の状況については迅速にお伝えできるよう計らいます。ありがとうございます。七組の皆さん、女神の加護を、アルフィンやエリゼさんのことどうかお願いいたします。
ランクアップですね。どうぞお受け取りください。これはお見事です。ゲオルグ、急所を外したようだが。利用法を思いつきました。仮面の技術を応用すればそれなりの駒にはなるかと。なるほど。
ま、人形を回収して撤収したまえ。アンジェリカ・ログナーにはここで一度死んでもらう。悪夢から目覚められるかは女神任せになってしまうだろう。すまない。あん。
では始めるとしようか。
しようか。 勝負ありだね。 では、始めるとしようか。 Thank you.
勝負は。では始めるとしようか。
始めるとしようか。勝負では始めるとしようか。
勝負は？では始めるとしようか。勝負は？では始めるとしようか。
勝負は。では始めるとしようか。勝負は。では始めるとしようか。
さすがはリーン君だな。